versus Batman. Get ready to rock. Heaven or hell, duel one. Let's rock.さあ、というわけで始まりました。その第3回です。14回となりました。ディフェンディアウザードランキングバトル。さあ、この前の木曜日にあの追加と調整等のアップデートが入りましてからの、さあ本日新しく第17回となりましたディフェンディアウザードランキングバトルでございます。さあ、ワンピーが勝山さんの先生、そしてツーピーが秋田さんのベトナン。今回追加されたシンデの2投票勝山さんのシンそれに対してさあ全員窓からベッドマンを使い続けている伊藤さんのベッドマン、さあ下のヒーラー伊藤さん、さあバーストガード今上からセルバーの上りくらいで画面を拾って、さあここは入れ替わるがここはきっちりさせたいです。表裏で優勝で、ダイナンドは人さんのベッドマン、続いてダイナンド捕まえたな人さん、オッケーね、スタート、トランプに続いて1回距離を離す。さあ近づいていきます。さあ近づいていったのは勝山さん、さあ3番ファンから1ラウンド伸ばして運んで画面が走り固めていくがガードが固いここで崩して、さあ、画面が走り攻め込んでいく空対空裏からさっそく伊藤さん固めていく。さあ、ダイルも追いついて上から捕まえて落ちてね、すごいだ。さあ、しかしさあ、伊藤さんのベッドマン、さあ、ここはダイル空からワンストップないので、この決めないが画面なし、攻めていく、崩せばといったところでカウンター、ここパスト、ダイルドッと残っている、さあ、残り体力が少ない同士、タイプ裏だったが、キッチリ、さあ、まず第1試合は、翔さんのベッドマン。まあ、新通貨の方が1試合取られた設定で、さあ、最後、日本2試合選手という感じになっております。さあ、そして第1ブロック第2試合となっております。まず翔さんが第1試合を取ってからの第2試合、さあ、まず開幕第1試合は翔さんのベッドマン投げて、さあ、ここは下がって様子見、さあ、カウンターで捕まえるラインが上がって前段からの、さあ、画面が整理、無理はしない。さあ、上から位置を入れ替えるのは翔さんのベッドマン、さあ、無理はしない、キャンセル、あと弾発ダメージを使っていく。さあ、下から捕まえた、下がったんからのワンコップ画面が整理、始め、さあ、固めていく、一体距離が離れて、さあ、カウンター、ラインが上がる、固定ライン下がって崩していく、ここはパスを、そしてカウンター、ダウンを奪って、さあ、浮き攻めに行こうとしたところですが、これは強いだ、また残り1回倒し下がっていった伊藤さんだが、まだ硬い、待て、さあ、崩していったかな、ここはメイジ、これで伊藤さんがパスポイント、さあ、タイプカウンターがバカ、さあ、タイプが足を固めたことだ、タイミングを強く勝山さん、さあ、ダウンを奪って削っていく、カカツさあ、無理はしない、カカツはね、でも嫌だと思わない、ここでなんとか通る、さあ、ダウンを奪っていくが、さあ、この微妙な距離、最近近づいていく、カカツカカツ画面が視線を押していくが、無理はできない、さあ、ラインを上げていった翔さんのベッドマンに対してカカツ先にバーストを当てて、
距離は離れた高島にラインを上げる。さあ伊藤さんは前線に立ち回る。ゲットアンドゲットからの画面がし重ねていく。高島の硬いところで前線に立ち回るし、ジャンプしたらさあガードしてジャンプしながらラインを上げる。クルータイクは入ってからのキャッチに投げる。勝ったのは伊藤さんのデッドマン。それではですね、リンコさんとポンさんでやりたいと思いますので、ワンピースルーキーを決めてください。結局は死ぬか生きるかの2分の1なんだから、この戦いはそれと同期だから、過労してでも生きてる君はラッキーだと言えるよね。すみませんが、よろしくお願いします。あとですね、追加エントリーガンガン受けてやっております。追加エントリーもガンガン受けて今日やっておりますので、遅れてきて、ちょっと頑張ってやってるのじゃあ出ようかなという方いらっしゃいましたら、ですね、どうぞどうぞお気軽にエントリーをよろしくお願いします。さあ、というわけで、さてというわけでダンスブック一回戦ダウンの試合、さあワンピーはネコさんピーはさあトップステーブラーポンさん、さあ体力とみそまで追いつけているのはポンさんかな。三角を崩めるリッチに殺しているのがフィギュアだが、ここはきっちり押してる。まずはポンさんが大事ラウンド。さあ続いて大ラウンド。続いてここでさあ裏に着地したところを決めたのはチーゴさん。引っ掛けて手段ガード、さあ立ち回りに戻る。体力リードはリンゴさんのディアン。クーブーカウンター、一気に拾って画面に走り2段2段、さらに接続点が続く2段。さあ残っているが右オッケー、右さあここは逃げる。全力入れたキャンセルバー、さあ様子を伺いながら立ち回る。ダウンを打ちで殺しにくリンゴさん取り返して一撃。第3ラウンド右空投げかな、丸い伸ばして、さあ上からポイントは狙う地面、ここはバースを使ってバーを奪ってくれない。ここで通ってバーンとスタッフがやって、そのためバースを使った状況。さあ下が入りカウンターが1つ高さが高い。ガード、さあライディングを上げていくのはポンさん。さあ入り打ち、ライディングでカウンターで捕まえてキッチンエリアで運んでダメージ。さあからの決め方まで一気に繋いでからの詰め、さあこれをダウンだ。さあまず第1試合はポンさん、さあ続いてさあポンさんが取ってからの第2試合、投げたのはポンさん。さあ対数カウンターするでしょ、フライに行ったところのタコス固めていく。リンゴさんちのイジー我慢しながら、さあ裏回ってカナダがここはバスト。アメアスのセットプレーはといったところで捕まえるリンゴさん。もうこれはコンボ落ちる。ただの全部キャンセルからの下段、さあ残った
タイミングを抜けてポンクラム、フランがたまたま体重取っている。クリアドは拾いきれないが、まあ、まだまだわからない状況。すごいぞ、しのいで、さあ、ダンス系クエタイク。さあ、ナイトランドはリンゴさっきでは強制してランドを投げて、さあ、ここは上から逃げる。近づいて触っていったのはポンさん。さあ、ダンス系ダウン、ここはバカ悪いの。さあ、みんなピンコボーナス使いじゃない。池田からそこにいたリンゴさんに対してはでバースを使っていく。さあ振りながら立ち回るが、さあこの機動力させたいく。さあエリアで見つかるゴール、さあゴールドダウンを奪う。ライブを上げる、下段から通す、ツーショット届かないが画面が出る。上から様子切り替えて、タイミングがポンさんさあ上げる。ここでリンゴさんしのいで、さあここで捕まえた。さあちょっと残り投げ返す。さあ落ちてね、大場では揺さぶって拾いきれない。さあここは上からコンサート返して引き引き。さあ大事なんだ。上げる、固めていく。シュラカードヤンキー空対空カウンターか。さあ丸いの出してタップ回る。ヤンキー空対空細かくダメージを刻んでいく。さあこれカウンター、バット。さあ差し込んでいく丸いのが連続体1コンボが取れて、さあここは刺さってヤンキー空ファーストガード。さあこれはさあこれでリンゴさん1試合取り返して行けて。さあというわけで第3試合、最終第3試合となっています。さあ、ファーストタッチはポンさん。さあ、相打ち。さあ、地味に行くのはポンさん。リンゴさんは我慢して、再び立ち回りに戻す。次はクービー。そして、ダウンを奪う。チャンスのダウンラインを上げて。さあ、ここはポンさんに行きたいところ。さあ、バスルーツ。キッチに拾っていく。丸いの立ち回りブルース。クーダウン、ゲダンと。ダウンを奪って。さあ、空中ガードからだが、ここはリンゴさんが攻めていく。空対空、さあ、画面下に逃したくないところだが、さあ、ポンさん捕まえて、ライン上げていく。さあ、しかしガードから投げて、丸いの。なるほど。さあ、オーディションから通す。じゃあ、ダウンは奪えないが、ダウンを継続しながらだが、手投げ。ダウンを打ち失敗するが、さあ、ここは垂直ジャンプ。さあ、リンゴさんのミリアがマッチポイント。ジャンハイ空対空になる。ツーランからの空気対バンプ、ベッドプレイ。さあ、こうなるぞ。このセットは結構厳しいぞ。さあ、一回戦。さあ、ここで画面が出、ここはバースト切り返し。さあ、ガンダックスに対しては潰していく。さあ、裏に来てたが、短距離で体力追いついて、空中ラッシュラインを上げるが、投げたのはリンゴさん。オッケー、ピンポーンとで、さあ、表裏は繋いでいく。中段から、さあ、裏になる。ガンダッシュ、追いかける、2人。ちょっと来た、カウンターから、勝ったのはリンゴさんのビリア。では、リンゴさんと秘書さんで1位決定戦をやりたいと思います。
さあ、というわけで第1ブロック1位決定戦、ワンピングはリコさんのミリアス、2番クロさんのベッドマン。さあ、メンバーが出てきたところ、さあ、きっちりラッツを止めてからの3はクロさん。さあ、しかし上から手の一撃でもう1回触っていくが、さあ、的を絞らせたくないところ、さあ、ダメージを決まっていくクロさん、ベッドマン、ダメ出し。さあ、ジャンケーで突っ込んでいく。さあ、タイプ、さあ、拾いきれない、ダメージが刻まれる、ダウンを奪って、さあ、ここからのセットプリッシュ、ダウン、機械を防衛して画面なし、で、ダウンタック、さあ、ですね、さあ、ここまで、タイプ、ピンチで拾っていく、画面なし、さあ、使っていくのは、ここを隠して、きっちり。投げて、ショット状況、ここは誘っていくが、要するに、キッチンガード切る、怖いところなんだ、ここは空前に逃げたところ、キッチンで食えなきゃ、まずはリンコさんのメディア、この体験、大事なもんぞ、打ち落として。さまえた、さあ、さあ、バースはランプランプマッチング、さて、さあ、画面勝ち、ピークも生かしながら立ち回る、さあ、ダウンしたが、エキメナイが立ち回り、裏に来てから投げる、表裏揺さぶって、拾っていく、2人で進捗。さあ、戻ってからのルーザー、ジャッキー中断策、未知が有利であり恐怖だからね、そんな…さあ、まずはリンゴさんが取ってからの第2試合、ホラッタさん、クラッタさん捕まえて、バーストッタッチング、集まりに戻して、はい、全弾を奪う、さあ、後ろに下がっていくのをきっちり読んでいく、ガンダッシュ、さあ、ここがダメージを刻んでいく、さあ、しかしここで捕まえたのリンコさん、これが揺さぶるがガード、暴れて、3点からのキャンセル、さあ、下がないガス立ったところ、ジューシーサーサイズ、頑張りいきなりジャンク、画面勝ち。さあ、ここでちょっと何が見れば2回下がる、さあ触ってきたリンコさん、さあしかしタッチ、タッチタイプ、さあまずは1つのベッドマン、さあクーディーカウンターガードが見えますからの開幕、バースを使っていくが、さあ上から持っていく、はい、トップガード、マジでいいかな、さあ、このセットプレイ、ダウン、あ、ちょっと、さあ、暴れて、さすがに、さあ、これから手が手を押し込んでいくな、リンコさん、ラウンド取りまして、1-1、さあ、ラウンド。上からバーテッドで高速に差し込んで、さあここはゲージを使っていくがガードヒル、始まり対空カウンター、ダメージ稼いで、さあこれは当たっている、おっと、さあバーソン、クーラン、クーラン、ノースピンで耐える、もう一つアイス、残り決めたし、ここで、おーっと、さあ、ここはきっちり刻んで、さあ、取り返していき、
heaven or hell. Duel. Duel. One. One. Let's go. というわけで第1ブロック1位決定戦3球第3試合。それでフーディーバウンサー構えて掴み上げ、ここはオフィスがファーストで回避する、ここで捕まえて掴み上げ、押し込んでいく、ここで崩して押し込んでガードする、さあ掴んで、あとスタートで切り直して、近づいていく、さあここは投げていく、これで伊藤さんがマッチポイント、ラインアウト今から投げたのはリンコソミビア、中南角画面が手を押し込んでいく、中南一気に伊藤さん体力をラウンドは理由は見せたらの、ここで一番にここはキッズラスト、さあ、右に押し込んでいく、キャンセルから、さあ、なんだかしのいで、さあ、ロッ、さあ、外で画面に向かって押し込んでいく、ここに逃げて、裏から捕まえたな、伊藤さん、クリップ、さあ、しかし、ここは実に切れていく、リンゴさんの目では飛び出して、いいプレー。最終第3ラウンド、まず向かいのがリンコさんから中南角、さあ拾いきれないが、さあまだまだ分からないこの状況、投げて落ち込んでいく、さあとも最終になって取り出し、今実際に遅いする中段、あ、全然投げる、ウィズしっかりやり返してバスト、バスト落ちる、上から突っ込んでくるが、これは必死に見てからガード、さあ、一気にセットプレーが始まるが、しっかり離れる、体力、おっ、理解取った、さあ、先制立ち回る、球が出てくる、さあ、セイクが置いたと、着地に球が置いてある、勝ったのはリンゴさんとビリア。それでは、勝山さんとポンさんでやりたいと思います、それは、ピーターさん。さあ、というわけで、さあ、第1ブロック決定戦第2試合、さあ、こちらも3、2試合戦となっております。
空投げ決定しているガード、ひざかながらこれが通る、ちょっとここは最後は相手、さあ松山さんが取りまして1位カウンターが攻めていく、投げてバーンスト、さあまた攻めていく、ガードしてる、こういう球団のガード決して大きなバランスが詰まり、さあ大球団がガードの空中体力弱点金なし、さあバックスピッチでキャンセルから1回飛ばしてるのを離す、キャンセル耐久タンプガード出していく、削っていく、おっと残ったガード、しかしゲージもない状況、さあまず第1試合は松山さんも Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあというわけで第2試合、まずはポンサーメルヒルトがワンコンバーバネになって、さあ体力一番につまり奪い合ってからな、サンダー1球カウンターからリスイッチないで早く、ほんと今日バックス、そして固めていくガード、ダウンを奪ってガメ押し、さあピッチで頑張っていくリーチを生かしながら立ち回り、ピッチで出しで突っ張ってながらの体力全力、そしてここはガードからピッチに差し返すポンさん、体力を上げていくカウンター、捕まえてガメ押し押しながらしのいだ、捕まえたな、カウンターファーストからだったが、ここで差し込んでいたのは勝山さんのスイング、これでマッチポイント、さあ体力をずらして上から差し込んでいったな、さあ起き上がり押していったのは勝山さん、さあこれで勝ち回りカウンタータイミングを徐々に上げていく、画面が気になるがこれは届かない、ダイビングスタイルだな、タイミングずらして、さあ空投げ仕上がり、さあバーキャン打ち合わせるかな、画面が力が押せるか倒る、タイミングカウンター、最終量離していく、カセオブさんここでポンサーラインを上げる、最後のずらしがガード、しかしカセキカナが通る、一旦オーバーが切り出すとナイス、まだ残っている、さあカウンター、急投げラインを上げていくポンサーラインセッターブレアバレ攻め込むのはポンソンかな、しのいでからの垂直なポジションかな、大丈夫ドット、さあここは突っ込んでいったところを潰していく、勝ったのは勝山さんのスピン、普段再戦ですが勝山さんと主将さんでやりたいと思います、ワンピース Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 さあというわけで第1ブロックに決定戦となっております、今度は松山さんのスイッチが松山さんの出玉の再戦、さあまず開幕一気に攻め込んでいたのは松山さんの残り10割まで、
ていっている。さあ、トマガくんダメージを刻んでいく。さあ、ロッキーしっかり。さあ、ウィザーが。さあ、ウィザーが。バンバラきっちり。まずは、勝山さんのスリー。続いて、大事なオンド。ラインを上げる。さあ、ウィザーが。潰していく。潰していく。ここで足を背負わせていくが無理はしない。周り空中ダッシュでラインを上げる。空対空カウンターからのダメージを刻んでいく。さあ、ここはスタンドリア陣に刺さってしまう。さあ、刺さっていくバーストと戦いに突き出して最終サボっていく。裏から回収。さあ、回収するぞ。ハンターさあ、セルフ残っている。さあ、内側に出てきたところ、ここからバーストで追いかかって捕まえて、ここを刻み切る。まずは勝山さんのスピン。なんだよ、さあ、続いて第2ラウンド第2戦。さあ、タイムを上げる。これで乗った。さあ、ドロップ。さあ、ね、構えたのは浅野さん。さあ、渡辺裕くん。さあ、タイムカウンターが、さあ、リーチが長い。さあ、タイムカウンターが、さあ、リーチが長い。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 さあ、片目からの投げ。さあ、リーチが長い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 。さあ、第1ラウンドは勝山さん。続いて第2ラウンド。カウンターからラインが上がる。カウンターのコンボを見せる。残り2人か。カウンターを離していく。再び画面上げを背負わせて。カウンター。これが残らず、勝ったのは勝山さんのスピンというわけで、第1ブロック2通過。言うの遅れたけど、やめといた方がいいぜ。さあ、それではお待たせしております。さあ、というわけで、さあ、第2ブロックに入ります。第2ブロック1回戦第1試合。さあ、ワッピーはミルキーさんのソル、スープーはカネカミさんの回。さあ、なかなか珍しい、このミルキーさんの回が珍しい。ここだ。さあ、飛ぶ対ファイヤーは第6リード、カツカツ3回から3カツラインを見る。ゴルバーにランガードからの投げを通す。大型ゲーランガード。さあ、第6リード、カツカツ3。ここで画面が手を合わせてラインを見る。ジャンハイ、裏からアタッケータイプ、ツーネスト。裏からだったが投げたのはカツカツ3回。6杯重ね、ガードして
サンセスラッシュジャンスターのサンセスリバーサー投げ6番に重ね5番目はチャインスターブータイクからキックで上げますダウンを待って裏から手玉ガードサンセスアッシュ払いまで出していくはい、ラストが通るさあ、まあ、ピットだ、これは通るさあ、ぜひ、チャンスルこちら、大スピードは神々さんと戦闘と状況さあ、ここにクルーチースタン置いていくアウト、通り返して、引き続きさあ、第3アウトダウンハイクタイクパンカーアップコップ的なものがロッパして最初のフランス1点ダウンパンスダウンでダウンハイカウンターで捕まえたダウンハイカウンターで捕まえたダウン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 ハイこれは回復で捕まらない足場に立ち返して覚醒さっきからの技能を通したダブルガードさらにグラス2つ下がらないが攻めていくのはミルキーさん5番ギリギリ飛ばしてさあバンタスに対して足場に置いていく何で了解固めるミルキーさんからさあもう1回置き攻めダッシュ投げさあミルキーさんするけどここバストさあお互いからジャンプンかすごいとこクルー投げ投げ返すガネシッレシーガードさあここ空中ぐらいでしたがきっちりアイスローまで勝ったのはミルキーさんのサブさあというわけでバッティング側レイクさんのベノムレイクさんのファーストレイクさんいつものラストのドラゴンが変わってさあお互い始まりがどう変わるかといったところですかここからの金銭とぶっ込みの金銭がいるさあというわけでさあというわけで追いついてお次の説得でいい投げてはいジェントルマンコールで構わんな大きいゲーム中段から球が飛んでくる残って1個捨てる決まりだあしかしこの球できっちりまたちょっとベロ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 ベさっきのブラスでくれるバンダス、たまにくっつガード、インタイプは追いついてガード、スクワリングがプレスなんだ追いついてないけどさあ、しかし、バーストに近くさあ頭をハンマー撃で落としながら画面して落ちているがさあこの前に乗ったりすぐ入れ替えるが構えたなんて上さんさてダウンハイフルタイク上下さん取り返して一気にさあ大丈夫かさあこれで撃たせましてあれが集中ガードこれで止まってまさに入れ替わる対空中ヒット
さんお互い止まるのダメです。刻んで、さあこれで捕まえたな。全員刻んだな。ここは捕まえて、バンダスから投げる。さあ押し込んだな。キャンセルから刻んでいく。ちょっと残っている。さあ空対空打ち落とす。まずはレイチさんのベノム。戦うのか。いや、ベノム versus これはさあ、というわけで、大事件。これは勝つ。これは勝つ。さあ、お互い細かくアメージを刻んでいく。たぶんまだワンコンボには至らないが、まとまり勝負。さあ、ここで捕まえたダウンを奪って、レイさん、壁よき。さあ、デフネさん、ここで捕まえて、こっちね。さあ、中段、毒が当たっていく。毒がでしのいでいく、バト。はい、キャンセル。さあ、固めていくな。スパイク、ドリルに回して。オフ攻めてアフェンデル。最後のずらしたな。ここで。やりませんさあ、これで、レイチさんのベノムがバースポイント。ドリル、クイーン、下がってカウンターのバースト。クラスト、クイーン、はガードしている。さあ、ここは、スピンクイーン、スピンクイーン、レレレを倒していこうって。ありがとう。あかどこに決まり？下がけ、浅めを決め、いつ？さあ、毒があるので、攻め込まれていけない状況。ガード、いく？さあ、赤分け、ミッシュダウンを奪う、画面よし、レフトアングル、今は飛びすぎる、よく、はい。見て、第4ラウンド。さあ、上げた方が、あまり、ドリル。下がってから、さあ、通過点を全員切る。さあ、これはガード。また、アイアンを奪って、弾を重ねつつの、守っていく、ドリル。あ、ゆっくり。ゆっくり、飛ばしないで、立ち回りに戻って、そして、入れ替えて、キングダム、立ちながら、カメラが移動して、かわいいよくドット、バット落として、そして入れ替える、さあ、抜いたが投げたのは、ウェイツさんのベノム。では、レイチさんとミルキーさんでやります。さあ、というわけで、第2ブロック1位決定戦、ワンピーはレイチさんのベノムです。レイチさんのストレス。固めて、さあ、体力がしっかりとるようになって、ボールが分かる。バンドを使って、さあ、周りに戻していく。たまに、ついていく。さあ、ここがダメで、刻まれる。裏からはガードしている。バンドを使うな、これはガード。さあ、ダウンを奪って、次が我慢の時ながら、ここはレイチさん、必死で決める。まずはレイチさんのベノム。続いて第2ラウンド、リボルバーで差し込んでいく。さあ、1分かけ、ダメージは止まらないが、さあ、投げたのはレイチさん。オッケーね、ボールがガードしてる。押し込んでいく。スタンゲーム。
ベノム、この結果が解せないようだが、オーバー。ギルティオフィー。Who dares to enter the mega? Soul Blender Arena. Venom vs. Soul. Get ready to run.続いて第2試合、ワンシャットに対して差し込んでいたのはディレクションのそれ、これだからな、さあ足場でカウンター、さあもう2つに対してはキッチン立てていくやりか、さあ頭を使ってキッチンダメで頭をぐるわっていく、さあ待って、ダロップ、ダロップして、もう一回、これを出して、これを上げ、ダウンを奪って、画面が出る。投げる、勝ったのはレイチさんのベノム。君のノークッションは分かっていた。セナ、デフレさんと神風さんで試合をしたいと思います。バッツリよ、見えてます、見えてますよ。さあというわけで第2ブロックに限定して第2試合となっております。バッティングは神風さんと対決、手側でフレッサンとジャンボ、一番固めていくデュースパワンとアストライカとオール中段タップ、でで、キャンセルかな、さあ無事ここは一気に攻め込む、まずはレイクネさんのファースト、続いて大事なこと、またいい、さっきが
まあ、ちょっとマスカブ一気でエリアでつないでドリル、ドンダウン3を割ってフラッグホール、固めていくガードプレイ、届いたカウンター、サウンターにカウンター、ボイサーブ甘えてガード、ハッカーが追いかけてくる中段端発何を見ていく、スワンゴでクイズ引いて さあ、ボスはデフレさんのファーストアラヌス王から指示が出てきた。正しき道とは誰オーバーギルティーフーデーズエンターテイメントタイキースアリーナタイタイレスリーさんが取ってからのスペイン、さあ画面が展開よくあった、これがダウンタウン痛いのが入る、さあ裏からジャンプしタイプジャンプブータイプと、さあ一気にダウンに乗っていく、ダウンを引き下がってからこれでマッチポイント、レスリーさんのファーストを続いて第2ラウンド、レフレさんのファースト正しいソウルVS バウタンゲットレッジヘブンオーヘッドゥーオーワンワンレッツロー戦線じゃない、ごめんなさい、第2ブロックの2決定戦となっております、マッキーがレフレさんのファースト、サイドスピードレフレさんファーストからのスタート、中段
だな、エストナイブスはここでバースト8点エッジ上くらいだな。さあ、佐賀系がその方を打ってしまう。メテオからピッチリメテオまで繋いでいく。さあ、ここはフリキさん捕まえて、さあ、置き攻めといったところはリバサ投げ。さあ、キャンセル封じ状態から、さあ、ここでブッキアからのエリアルワンコンボ画面です。ここはウィットついてる8点パンター、ゲート置いてく、ルナカブス空中が飛んでる。まずアメリカさんのファースト続いて第2ラウンド、マイキーカウンターからのエリアルだが、ここは1つでファースト発動でカウンターゲートラッシュ。さあ、つないで壁を貸して調和する、いや、ない、さあ、ラッシュピンク。さあ、すばらしい、バスト投げ、さあ、ボルティションが1人、さあ、スケータイプ、クリーズが並んでるぜ、バスト、正確残っている、さあ、なんとか13ターンが欲しいところですが、ここは捕まえたので、上3体力取った。まだ残って、三角形かさあ、まず第1試合はデクレさんのファーザー急激オーバーギルティーフィールフーデンスエンターテイメントソウルバッカーアリーナソウルバーサスバッカーHeaven or hell, duel one. Let's rock. Stop it there. Let's go. 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 Let's go.ダメだな。ラブはデニーさんのファースト、さあ、サーが入りました。16枚で2スタブル、リファーでバンカップウェイで20、セーブを置きながら固まったところにめっちゃ20、さあ、それ切り返して、さあ、空中ぐらい空投げに逃がさない、下が手がため、さあ、ちょっと残って、あずまない、ゼッケーからエリアルまで勝ったな、デクレスワンのファースト。あなたの体、急激な変調が始まってますね。手を…そうです。3人試合両方勝たないと緊張にあるんじゃない、勝山さんがいる感じが取ります。さあ、というわけで、まず第314回リクリアイズガードランキングバトル、今は家庭用キャラ追加されてからの第17回となりました。本日のランキングバトル、さあ、本日キャラずっとここに残っている勝山さんのスイッチ、サイフィード、松山さんのセンターのエースの手の声、ガミアスター、シルコンという状況、ダイブして、さあ、ダイブ1個目なんで、ここで崩して、残って、さあ、ちょっと、さあ、ここでミスター、まずワンコーポ返すから、セットプレー、ガードスイル。さあ、もう一回といったこの状況、さあ、これを突っ込めるか、出てきたぞ、これも出てきたぞ、さあ、ここで手を出してしまう、
ガード3対2になって2対1やっぱり高いあの感じで終わってたのああここでバトンパターンさあ自慢から崩してさあこれが通る痛そう痛そうあったのはレイさんのベノム少々大人でなかったそれではリンコさんとデフレさんでそうですそうですよあのレイさんはリピートだと一生勝てば一生でしたミリアブラウンアリーナミリア vs バウンゲッベンティロHeaven or hell, duel, duel. One. One, let's rock.準々と第2試合となっております。リンコさんに対ウルさんファーサーさあ2試合中1試合でも勝てば決勝戦のリンコさんそして2試合中両方勝たないといけないウルさんのファーサーさあとにかく第6リードはジェフレさんのファーサーのスタートしたガッケンさあスバメが届かなかったが動き始めにエースが置いてあるまたジェフレさんのファーサーという選手が何度も見せる捕まえて一発して追いかけるドリル INC ドリルガードダメージが近い状況固めていく固めていく固めていくさあリンゴさん我慢するあとダストはこのタイミングが締めているドリルガードスタンダーサムタイプガードさあここは爆弾を使ってきてこれは熱くないですさあこれで仕切り直すさあというわけでさあ第1試合はデンジさんが取ってライフ一度失ってきたのこの試合に勝てば決勝進出さあここはきっちり完成タイミングバーストいただきカウンターブラックホール固めていくブラックガードさあ体育は体育プラスマイティーカウンターさあカウンターが捕まえていきたいリンコさんさあキャンセルで踏み込んでいくがガンダッツに対して前手置いていくさあこれで13番マッチポイントすげえ大ナンバーさあウルさん捕まえて中断ったくウルさんはウルさんはカルさあ、これぐらいこれは拾いきれないけどさあ、捕まえたリンコさんさあ、多分暴れないさあ、これぐらい拾いきれないが細かいダメージだってところでロングマイクが通る食べて上から逃げるさあ、はい、ヒットとしてさあ、あとさあ、これはパーソさあ、ここはグーツーキッチン拾っていくさあ、1ピートリルガードからダウンを奪っておきてね中ダウンスーパード広いで差し回り丸いの投げてピッチで使っていくピーターが手がためにピーターがピーターが6枚にピーター
目に出かけて2人目に勝てるためにを当てられたので引き上げてあったくずっとこれに一発のスワッサージで OK ね始まりに戻ってまだ感じで使うとしたら攻めてたわいるあったのはデフレさんのファースト次のか私はそれだリンゴさんとビリア vs ジンジンさあ、というわけで本日は3位決定戦となっております。わけがレッドチャンピオン、続くが風山さんと今はダウンを奪っていくのは5番のバーストで最初に関した成功に近くを得て場面が手、肌の水がこのダウンを抜くステージに変わったバーストは2番さん追いかけたところにリンゴさんが突き上げ下がりに倒して立ち回りそこならバンクしなくカムトカロンさあ下がって立ち回るリンゴさんがずっと立ってさあ落ち目攻めましてまずは1回目さあもう1回でランクとして固めていくさあしかしここに強力に差し込んで力を入れていく風山さん丸いのを重ねてクロスバーストが通って残り1分通って裏体は押し込んでいく菊子さん OK ですさあ見せて様子です第1ラウンドは菊子さん続いて第2ラウンドガードそこだろ無理だよ固めていくスタートを打ったが見逃さない場面が手を押し込んでいくダーストさあ次男から崩して弾力持っていく寄っているこの位置でさあ風山さん第1ラウンド1つ取り返して第3ラウンド最終ラウンド一気で一気投げ丸いの出して立ち回りラインを上げるこれはガードキルがスパーンと出るそうですラインを上げるバーベになったなあ、これ左に8段10人からサッとセッターリンゴさんいや、バーベになしさあ、持続が残ってる中段バーベと左側ガードして固めて画面がし攻め込んでいるのはリンゴさんだがさあ風山さんもなんとかターンが欲しいところワンコップをまた入れたいおっとさあさあどこにあって消えていく裏のガードさあ、そこ通る画面が強くスッキル体力どっと残ってさあ、しかし、ここはチャンスというわけで、3位がリンゴさん、4位が勝山さんとなりますさあ、というわけで本日は第3回ごめんなさい、第314回ギルティリアイスタートランキングバトルの決勝戦ワッピーがレイスタンテナム、ブレッピーがレフレさんをファーストさあ、第2ブロック1回戦と組み合わせともなっておりますがさあ、これが決勝戦さあ、第2ブロックの1回戦の時はレイスタンがストレートで 2-0 で勝っていった形に当たりましたがさあそれ以外の試合も終えていろいろ温まっていた状況での決勝戦さあレベル2ヒットラインが上がる今スミルゲーガードさあ入っているこちらから立ち回る固めて
かし、届かないよ、ミスティル、だいぶここをオケオケオケするかな、ただのオーバーウッ、相手残り3アーティスでも嫌な、ここのバケージャーの状況を一気に使ってラインを上げていくか、ここで一気に自信したがる、上がって引き抜く、ちょっと残る、よし、さあ残りカウントが少ない状況、オイルというところでミス、追いていく、中でフレッシュファースト、さあ開幕ドリルカウンターかな、ここが確定タイミング、バーストアップで、さあここはバックスが近かったが入れ替えといった状況、さあバックスでね、さあ計算はドリル通常キックを下がってない、もっとたまにどかい、かねし、さあ逃がさない、1、2、3、4、5、さあ第1試合はデスレスタートファーストが持っていく、続いて第2試合デスレスタートファースト、まず開幕で第6位はデンゼル・サンファースから裏に行ったところが大統領キックであるまで下がっているからのスマート下がっていいで下がれるランスターここで2つ投げて捕まえて下がってここはダウンを奪わせないスマートエリアバックで下がっていくバックで走っていく下がったるさあ置いてあるからラインを上げる助けていく残らないさあ一気にマッチポイントデフェンサーのファースト続いてラインアウトさあ当たる高さからガンダスナゲをコース高さ深いスルーインダウンを奪えないさあ、カウンター戦い、組んだいて攻撃のダメージを取っていくさあ、ここまで大事にダメージが上がったこれで組んで裏に行く、爆弾を一つ、ここは通らないドリル、スルーからの、これで下に攻撃していく、このセットでなんとか繋いでいきたい、6回カード、そこで当てる、さあ、頑張って、あと、変わって、前に進めたさ、対空カウンター、これを通せばといった状況、しかし、しのいでいく、トップドーフ、クーディー、ドリキャンクーディー。というわけで、本日の優勝は、デフィレスさんのファーストとなります。おめでとうございます。